ヤコブ・ゼーデルホルムは、フィンランドの岩石学者である。変成岩と新生岩が混在する岩石、ミグマタイトの研究で知られる。ヘルシンキで生まれた。病弱であったので、戸外で働く、地質学の研究することを選び、ヘルシンキでフレデリック・ヨハン・ビクに学び、その後ストック・ホルム、ハイデルベルクで学んだ。フィンランドに戻り、フィンランドの地質調査に参加し、 1893年に地質調査の責任者に就任し、没するまで40年間、その職にあった。フィンランドの先カンブリア時代の地質を研究し、地質図を作成し1899年から1925年の間に、多くの地質図と生成の歴史についての研究を発表した。ゼーデルホルムの研究したバルトタテ上地の岩石に、 変成岩の挟まれた層上の新生岩の構造が見られ、ゼーデルホルムはミグマタイトと命名し、それが地層深部で変成岩にマグマが侵入することによって生成されたとした。フィンランドの国会議員にも選ばれ、国際連盟のフィンランド代表も務めた。フィンランド経済学会の会員でもあり、二度学会の会長を務めた。鉱物、サダーホームイトは、 ゼーデルホルムから命名された。ありがとうございます。